前髪を切りすぎましためちゃめちゃ切っちゃって、いやなんか結構前髪を伸ばしてて、でなんか割とこうセンター分けとかちょっと根元立ち上げでこうなんか前髪を下ろすというか流すのがやっぱ流行ってるんですよ。ちょっとなんか韓国風のねお姉さんっぽい、私もそれやりたいなと思って一生懸命伸ばしてたんですけど、私なんか自分の前髪がまぶたに当たるとチクチクしちゃって、なんかまぶたが赤くなっちゃうっていう変な体質なので、もうそれがいよいよ限界を迎え、ちょっとピンとかで止めてたんですけど、いや無理だと思ってもう泣く泣く、まあ、自分で切っていったんですけど、やっぱ自分で前髪切るともう終わらないんだよ。やったことある人いるかな。なんかそのあれだよ、一気に×じゃないんだよ。なんか上部となんか第1軍と第2軍で分けるの。なんかデコに近い人が仮装で、てっぺんから生えてんのがなんか第2層みたいな。だからその第1軍だけ最初切っていくんだけど、でまあ第1軍は失敗してもいいのよ、2軍がこう折りかぶさってくれるから。そうだからもう1軍はもう思いっきりいっちゃおうと思って結構切って、あまあまあいっか、まあ眉毛下ぐらいを狙って切ってたね。ちゃんと縦切りだよ私、こうじゃないから、横切りじゃないから縦で、本当にもうチリ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 って切ってくるんだけど、ね、切り終わってピンで止めてた2部の人たちをバーって下ろしたら、わ2部めちゃめちゃ長いと思って、こんなに長かったんだって、横に流してたから気づかなくてさ、でいや切らなきゃこれもと思って、まあ一部の皆さんに合わせつつ切っていったんだけど、まあなんだろう、もうちょい攻めてもいいのかな、どうせ伸びるし前髪めっちゃ早いじゃないですか、目につく位置だから、もうちょい行こうかなって思ってたら、そうだんだんなんかこう右と左がこうちょっとさ、 なんだろうおしゃれな人の髪型、クラムボンのミトさんみたいな、ちょっとなそう足目ヘアっていうのみたいになってきて、あこれどうしよう、右に合わせないと左がなんかちょっとまあおしゃれ星野源さんみたいな感じで、まあ、おしゃれちゃおしゃれなんだけど、どうしようかなと思って右に合わせたら、もうどんどんどん短くなって、結果もうなんか眉毛がちょっと見える感じに、そう眉オン眉ぐらいになっちゃって、そうだから泣く泣くね、うわどうしようと思って帽子とかでこう押さえて過ごしてたんですけど、で眉毛が見えちゃうんだよそうすると。で、まあ、眉毛は私結構黒いからさ、その眉毛をなんか髪の色に合わせるために急遽ドラッグストアでその自分の髪質に合う眉マスカラみたいのを調達して、なんでこんなことしてるんだろう私っていう時間になりました。ちょっと伸びろ伸びろと思いながら1週間過ごしたいと思います。